はい、私はですね、現在、中小企業の経営者様向けにお役に立つような情報を、ネットとか、アナログ営業でもですね、情報提供をしています。で、セミナーという形でね、一度に多くの経営者の方に情報をお伝えをすることもあります。今現在行っているのは、中小企業の経営者様向けの老齢厚生年金支給停止解除、とか、社会保険料削減ですね、あるいは、業界団体様向けにですね、主に年金のですね、現在の社会保険未加入、年金社会保険未加入問題に対する対策セミナーですね、そういったものも行っています。あるいは、現在ではやはり注目を浴びてますのはマイナンバーに関するセミナーですね、たくさんの方が集まっていただく以外に、本当に小規模の、企業さんの集まりなどでもご依頼いただくことがありますけれども、マイナンバー関連ですね、そういった実務の内容に関する、セミナー講師も行ってます。そういうふうに経営者の方、あるいは経営者団体様向けにセミナー講師をね、行うこともありますけれども、私自身もね、一受講生としていろんなセミナーの、受講をすることはもちろんあります。社会保険年金関係とかマイナンバー関係とか、そういった自分の行っている業務に直接、関係するような、知識をね、身につけるためのセミナーってのももちろんありますけれども、その他、中小企業の経営者様向けに情報提供している、そういう提供の仕方とかね、提供スキルの、に関するセミナーなどにも出ることがあります。そうですね、例えば、メルマガ発行に関するセミナーとかですね、メルマガでどうやって、お客様、あるいは見込み客の方とですね、関係を築いていって信頼いただくかとか、そういったことに役立つセミナーとかですね、あるいはブログとかホームページの書き方とかですね、文章の書き方ですね、そういったものに関するセミナーなどにも出ることもあります。私ども資料で特に、情報をですね、あまり知られてない情報、一般の方に知られてない情報を、分かりやすく、提供することで経営に対する、良い影響といいますかね、そういったものをご提供できる、タイプの仕事なものですから、信用していただくというね、ことがまず第一に必要になってきます。特に一度もお会いしたことがない経営者の方で、ネット上でですね、ホームページとか動画だけをご覧いただいた方は、こいつは一体誰なんだと、なんでこんなこと言ってるんだとかですね、どういうつもりでこういう支援をしてるんだとかね、本当に信じられるのかということでいろいろご不安があると思いますので、そのあたりの無駄なですね、ご心配をしていただく必要がないように、事前にいろんな情報ですね、役に立つ情報をどんどんご提供していって、私自身の、考えていることとか、どういう人間であることっていうのをですね、全部さらけ出すというか、事前に見ていただくということが大変やはり重要なことだなと思っていますので、特に私自身がセミナーを受けて、自分自身のスキルを磨くとかね、そういった観点から言うと、やはりそういう、情報提供の仕方に関するね、セミナーを受けるってことが多いですね。